はい、こんにちは。3時のやつ第27号です。今回紹介するおやつはこちら。誰がどう見てもグリコのポッキーです。ちょっと前にも韓国ロッテのペペロっていうポッキーのパクリを紹介しましたね。これにもハングルが書いてあるので韓国のメーカーだと思います。名前が驚きです。チョコチョッキーですよ。チョコチョッキー、これはもうあかんでしょう。このチョコチョッキー、パッケージから見る限り完全にポッキーですよ。中の方がどうなってるか見てみようと思います。あー、もう匂いがポッキーじゃねえ。はい、外観はこんな感じです。これを見て一言で印象を言うなら、出来が本当に悪い。ペペロよりひどいと思います。例えばこれ、先端チョコレートが垂れた状態で固まってるんですよ。それから棒の部分、この写真の方では、網目のような焼いた跡が残ってますが、現物の方には網目の跡のようなものはないです。さっきも言ったように匂いがすでにポッキーじゃないんですけど、味の方を確かめてみたいと思います。いただきます。わあ、チョコはいいよ。チョコは棒が美味しくない。なんだこれ、こっちのチョコレートの部分はまだいいんですよ。こっちですよね、この棒の部分、この棒の部分がえらく粉っぽいんですよね。見た目通り本当に出来の悪いお菓子です。チョコレートでコーティングされてるのでそれなりに美味しく食べられるんですけど、まあポッキーと比べると非常に出来が悪いですね。いやー、これもいらねえな。やっぱりね、スティック型のチョコレートといえばポッキーが一番ですよ。まあそういうわけでね、こういうパクリ商品はね、ゴミ箱行きに。はい、今日はこれで終わりです。どうもありがとうございました。チョコチョッキーという名前をつけるあたり、だいぶポッキーのことは意識してますよね。美味しさまでは意識できなかったようですけど、チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。